ホースポケット。どうでしょう。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。ところで、いい感じですね。元気ですね。ご存知ですか？まずまずでしょうか。いい感じですね。ご存知ですか？適正な馬体重が、まずまずでしょうか。ところで、いい感じですね。いい感じですね。ご存知ですか？適正な馬体重です。まずまずでしょうか。ご存知ですか？期待が持てます。適正な馬体重です。ご存知ですか？いい感じですね。適正な馬体重です。先日の話なのですが、元気ですね。いい感じですね。一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。ゲートイン終わりました。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのは栄春光、コスモソーンパーク、それからもう一頭、1番グランデッサ、7番カルドブレッサ、
ニューダイナスティがその後ろ4番マウントシャスタ、その外11番タガノグランパ、それから5番トラストワン、そしてその後ろから10番サングレアル、内を通ってマックスドリーム、マジェスティーハーツ、やっぱり後ろから行きます。型のデザインと土佐機種マイポイ。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。旗のデザイン直線伸びてくるのかどうか、遠心光が抜け出した。コースの内側旗のデザインものすごい足、力強い足で旗のデザイン、旗のデザインだ。先頭竹豊と遠心光、グランデッタが先頭に変わった。旗のデザイン一着、一番人気に見事応えました。やりました。いい仕上がりです。嬉しそうですね。ところで、いい仕上がりです。いい感じですね。ご存知ですか？素晴らしいです。いい感じですね。今週はレースがあります。期待が持てます。いい感じですね。ただいまより投票受付を開始します。12頭の思いはそれぞれです。宝塚記念、果たしてどの馬が夢をつかむのか。
今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢はゴールドシップか、それともラキシスか。果たして先頭に行くのは、先手を取って1番東方ジャッカル、その外スーッとカレンミノチックが上がっていきました。ラブリーデイ、10番ラキシス、ヌーボレコルト、そしてその後ろから12番ワンアンドオンリー、内から1頭4番トーセンターダム、7番湘南パンドラ、その後ろ3馬身くらいあってゴールドシップ、3番ディアデラマドレ、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それからもう1頭型のデザイン、6番デニムアンドルギー、これがしんがりであります。流れるようにレースが進んでおります。これが先頭カレンミノチックであります。 1000m 通過タイムは1分から1分1秒、それほど速いペースではありません。1番東方ジャッカル、下がって2番手その後ろでやりましょうか。8番ラブリーデイ、10番ラキシス、それからヌーボレコルト、そして6番手に12番ワンアンドオンリー、当選スターダムがそのうちにいます。そしてその後ろから湘南パンドラ、ゴールドシップ、徐々に差を詰めます。ちょっと離されまして、ディアデラマドレ、11番型のデザイン、外から行こうというところ、そしてしんがりからデニムアンドルビーであります。先頭を行くカレンミノチック、1馬身リード。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、型のデザイン、直線伸びてくるのかどうか。内から1頭ゴールドシップ、ゴールドシップ、先頭ラブリーデイが差を詰めてくる。外から1頭型のデザイン、外から型のデザイン、ゴールドシップ、ラブリーデイ、馬体があったところがゴール板。レースを終えた馬が戻ってきました。